こんにちは、ゆきなしチャンネルのゆきです。今日はふわふわ粘土を使ってスライムを作りたいと思います。今日使う材料はボールと混ぜるやつとシェービングフォームと洗濯のりとふわふわ粘土とソフトワンを使います。今から始めます。最初に洗濯のりを適当に入れます。次にシェービングフォームを入れます。シェイクシェイク。シェービングフォーム適当に入れます。いや、このくらいで。はい、混ぜます。混ぜ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 、握って握ってギュッギュッギュッついちゃいました。はい、よし。足りないな。混ぜ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 、握って握ってギュッギュッギュッ、握って握ってゆっきゅうゆっきゅうじゃないよ。ピュー、ほら伸びてきました。うわー、よし。うわー、もう少し入れないと。ほら伸びてきました。手は痛い。手は疲れました。伸びた。もう少し入れた方がいいや。お？あ、手が疲れてきました。ほら、ビョン。ビョン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 。わー、少し、あと少しで完成します。
しボールからスライムが剥がれてきました。ピョーン。あ、剥がれてきました。ほら、ピョーン。ちょっと触ってみます。あ、まだがつくな。よいしょ。もう少し。少しベタベタするからもう一回入れます。じゃあ入れます。おお、ベタベタする。いや、これでいいや。次にふわふわ粘土を入れます。このぐらい入れます。手で混ぜます。あ、邪魔だ。あ、うん、あれ、できました。やばい。わ、すごい。ピョーン。手が疲れます。手が疲れる。どうしよう、これどこに置こう。ここに落として、オドフェッチタイム。どうでしたか？うまいでしょ？私プロなんで。
ビヨーン。めっちゃ伸びますね。皆さん、色をつけた人はつけても大丈夫です。色つけてない。左手が疲れた。疲れました。もう取ろう。皆さん、なんでファンファン粘土を入れたと思いますか？正解は、粘土でスライムが柔らかくなるんですよ。すごいでしょ？だから見てください。ほら、柔らかいでしょ。ほらもう手にくっつかなくなりましたよ。ほら、ビョーン。ほら楽しいよ。皆さんもこのスライムを作ってみてください。時間あったらね。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。すごいね。なんかどんどんと垂れている。ね。バイバーイ。